2014年第30回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者発表記者会見を始めたいと思います。1985年にその第1回の贈賞をスタートいたしまして、早いもので本年はちょうど第30回の節目を迎えることになりました。受賞者の方々とその業績を振り返っていますと、日本国際賞ジャパンプライズの受賞系譜そのものがまさに科学技術の進歩がもたらす人類の平和と繁栄の歴史を映し出しているものと改めて強く認識する次第でございます。第30回日本国際賞ジャパンプライズの受賞者はエレクトロニクス情報通信分野東京工業大学栄誉教授の末松康春博士でございます。受賞業績は大容量長距離光ファイバー通信用半導体レーザーの先導的研究です。もう一つの分野生命科学分野ではニューヨークロックフェラー大学教授のデイビッド・アリス博士、受賞業績は遺伝子発現の制御機構としてのヒストン修飾の発見であります。以上2名の方にお送りすることといたしました。一昨年ですね、11月に今回の受賞対象の2つの分野、エレクトロニクス情報通信分野と生命科学分野を決定し、直ちに財団推薦人として登録いただいている国内外約1万3000名の有力科学者や技術者の方々に候補者の推薦をお願いいたしました。その結果、世界中からエレクトロニクス情報通信分野で189件、生命科学の分野で354件、総計543件の推薦がありました。でこれら543件の推薦につきまして、分野ごとに設けた2つの審査部会で学術的な新規性独自性などについて議論を行い、同時に日本国際賞の特徴でありますその発見発明がどのように社会に貢献しているかについても議論を深めてまいりました。その過程では、国内外89名に及ぶ、当該分野の有識者の先生方にも、客観的なご意見をいただき、絞り込む中で、今回の受賞者決定に至ったわけです。今回、日本国際賞を受賞されました、東京工業大学栄誉教授の末松康春博士は、光エレクトロニクスの黎明期であります1960年代当初から光通信の研究に取り組み、光ファイバーによりますデジタル通信に不可欠な半導体レーザー技術であります動的単一モードレーザーの開発に成功されました。動的単一モードレーザーはその後の光ファイバー通信に欠かせない技術となりました。1980年代の中頃には光ファイバーを長距離通信に用いる技術が確立され、都市間、国家間といった拠点間の通信インフラとして用いられるようになりました。今では光通信ネットワークは海底ケーブルにより世界とつながっています。現在では一般社会に広がったインターネット社会にもこの技術なくしては実現しなかったと言えます。この高性能の
波長可変レーザー、これ動的単一ノーズレーザーの一種でございますけれども、これが実はですね、使われるようになりましたのが2005年からでありましてですね、で、2010年に本格的に普及をしているということでございまして、これ3年ほど前のことでございまして、これを聞きまして私は非常に嬉しく感じたわけでございます。で、革新的な技術というのは世の中に浸透するには本当に長い時間かかります。我々の場合ですと半世紀に及んでおります。実に長い期間を要しまして、それが本当に自分自身でも身をもって感じたというような次第でございます。今後とも先ほど宮原先生が言っていただきましたように、さらに動的単一モードレーザーというのが進歩をしましてですね、この次世代の光波動通信の発展に貢献するのではないかというふうに思います。ヒトゲノム計画が進んでいた頃に同時に分かってきたのは、 DNA の情報は全ての細胞で同じように使われているのではなくて、各細胞で遺伝情報の一部が選択的に発現される仕組みが存在していることです。バージニア大学医療システムを研究拠点としました博士は、1990年代に研究テーマを決めたのは、こうしたエピジェネティックな現象の研究道具として注目されていましたテトラヒメナの染色体に構成するヒストンの研究でした。で、博士はの研究チームはテトラヒメナが活動している時の大核のヒストンが起きている化学的変化、化学修飾が活動を停止している時の小核とどのように異なるかを明らかにすることを挑戦し続けました。そして1996年、遺伝情報が読み取られている領域のヒストンではアセチル基の結びつけるヒストンアセチル化酵素が働いていることを明らかにしたのです。アレッサ博士が切り開いたヒストン化学修飾の研究は、今後も生命科学の発展の重要な分野となることには間違いありません。By many, many measures, my career in science has been a fairy tale, one that's enriched not only by the scientific achievements that we've made, but equally by the many collaborators and colleagues that I've had the privilege to work with in making some of these discoveries. I've told my lab folks many times, one of the best parts of doing science is the people. Importantly, the Japan Prize, I believe, strives to teach us to build a better world. And at my own university in New York City, the Rockefeller University, it is our motto, science for the benefit of humanity. In my own way, I've tried to do these things with much help, to really sort of do it through our science. And in fact, the fact that through some of our work, some people are living healthier lives is a very fulfilling aspect of what we've done over the years. And I'm deeply grateful to have participated in some of these studies.